また今日は3月8日なんですけれども、さまざまな記念日があります。番組ではサバの日を推しているということをお話伺ったんですけれども、皆さん、サヤエンドウの日ってお忘れじゃないですか？大丈夫ですか？あのですね、あ、おさやの日だとありがとうございます。残念ながらさやの日はないんですよ、記念日として。ただ記念日って作ることはできるみたいですね。なのでぜひ皆さん、さやの日をいつか作っていただければなと思っております。全国のさやさん、今日おめでとうございます。またね、来年も3月8日を一緒に過ごせるように番組でご参加いただければと思ってます。まあ、さやの日はさておき、今日はさや運動の日でもあります。今日は番組でサバの日ということで、サバのお話を各回ごとにお送りしているかと思うんですけれども、サバのリポートがたくさん届いているんですって。たださや運動、お忘れじゃないですか？なんとまだ今日さやエンドウリポートが一点も届いてないんですって。どういうことですか？これだけね、さやの日って言ってくださる方が多い中、やっぱりさやにまつわるものとしては、やっぱりさやエンドウは忘れちゃいけないものだと思うんですよ。美肌にもよく、ビタミン C も取れる、さやエンドウ忘れじゃないですか？怒ってるの？と怒ってはないですけれども、まあ、ぜひリポートでさやエンドウの日ということで、さやエンドウリポートをお送りください。また今日知った豆知識なんですけれども、さやエンドウって放置するとグリーンピースに育つんですって。一石二鳥じゃないですか。さやエンドウも取れるし、グリーンピースも取れる、まさしく魔法の野菜と思いますので、ぜひ皆さんも、はい、魔法の野菜のさやエンドウリポートをお送りいただければと思います。この後お待ちしておりますね。ツイッターでハッシュタグさやエンドウと入力いただきましたら、私パトロールしていきます。パトロールしていきますので、今から無理はせずに、もしご家庭に冷蔵庫の中にさやエンドウがありましたら、さやエンドウの料理とかね、もしくは単体で送っていただければなと思います。子どもの頃はグリーンピースなど苦手意識を持たれていた方もいらっしゃったかと思うんですけれども、大人になってからまた意識が変わって、味覚が変わって好きになった方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ皆さんもコメントでお送りいただければと思います。グリーンピース苦手ですか？グリーンピース苦手ですと、という割にはすごく顔文字可愛いですね。グリーンピース結構オムライスの中とかに入っていて、主張が目立たないんですけれども、やっぱり影を支える身として、やっぱりグリーンピースはね、サポート的な野菜かと思うので、グリーンピースご飯好きですよと、体にいいですからね、皆さんも積極的に立ってください。ということで、今日はオープニングは野菜トークでした。